ヘナ神社、イナンナンの生まれたところ、実家ですね。まあほとんど無名でしょう。このポイントがなぜ重要なのか、それはイナンナが金星をシンボル星としていました。そのシンボル星、金星の一周の長さが38,025です。そして、富士山が噴火したために縄文遺跡が埋没したりなんかして、仕方なくアヌンナキは、5キロぐらい長さがある UFO の母船に、縄文人奴隷を便乗させて世界中へ、植民して回りました。新天地で頑張ってくれよってことですね。そしてその後、まあ、西の方へも活動範囲を広げました。林さんが教えていただいたのが、イスタールっていうのはマリア、ヘブライ語でマリアだよ。日本で言ったらイナで、エナさんで生まれて、イナのエリアで育って、後に王になった、女王になったんですよ。数字で書くと177ですよ。この177をヒントに、私は太陽直径をこれで割って7868キロをイナンナ定数としました。でこっからこれが9783です。これも当然のごとく、まあイナンナは水銀を渇望してました。水銀さえ手に入れば、金は露天掘りでボンボン掘れるようになってきたんだけど、水銀だけはそう簡単にはいかなかったんですね。日本で言ったら高野山、ニュー戸引神社が、高野山が日本で一番有力な水銀鉱脈だったそうです。まあ、空海も一応も言ったけど、まあ、だから水銀さえあれば、水銀の生産高と純金の、まあ、生産額は、まあ、イコールじゃなくて、まあ、比例、すっきり比例したってことですね。ってことは、水銀をいっぱい取れるように、葉っぱかければ、純金は使い捨ての、人奴隷、はっきり言えば縄文人、重金属、水銀蒸気を吸い込みますからね、必ず早死にしました。水俣病の悲惨さを見れば分かる通りです。30歳以下でみんな亡くなっていきました。それを安定して徹底的にやったので、14,000年ずっとキープして、まあ日本で主にやってたってことですね。それからマスダル船石から、イラクのニプールまで、それの点が天体されてぴったり割り切れるし、水銀鉱山へも、マスダの船石からは綺麗なすっきりした距離になってます。あのマスダの船石っていうのは水銀、アルマデン&イドリジ、水銀鉱山とニプールイラクを両方にらみきかせた、ランドマークです。2つ穴が開いてるのはそういう意味です。別に何とかの石棺のあのネタだよとか、そんなの全然関係ないです。まあ9783で先に、9783というのはこれもろに、水銀星の2倍です。こちらは、最初に使った火星人奴隷6794の2倍です。でこういって、これは何度も何度も言ってるように、イオの直径の 4.000 倍です。で、ここに、今はちょっとの、火山がありますから、この火山から逆算して、これを正確に、レイアウトしてますね。これをレイアウトしたのは当然、塩基しかいません。まあ、イナンナもいろいろ言っただろうけど、ここで大事なのは、なぜ3636を使ったかというと、この3636の11倍しますと
ほとんど、地球一周になります。だから地球一周が11倍ですから4倍する。だからこの逆に遠回りコースは7倍、11から4を引いた、7倍ってことですね。そっちも重要なラインになってますよ。ということです。で、この長さを足すと、これ三角形、内角はちょっと大きいんです。実はこれ、ちょっと嘘を書いてありますけども、無理やりに最短距離で3箇所を回ります。そうすると38,031キロです。これは、イナンナのシンボル星、金星の周長38,025に対して1.00016ですから、まあ1万分の2ぐらいですか。非常に高精度です。ということは、で、このエナ神社っていうのは、世界一の水銀鉱山から3,122の2.999倍でここの位置を決めてます。その他にもここを基準点にしてウルのジグラートが、決められて、作られてます。ウルのジグラートは当然エナ神社を向いて建造されてます。距離は2706の3倍です。以上です。